俺はここのリゾートの縁の下力持ち。苦手けど言わなかったですか。おお、すごい。3号止まります。ゴンドラ2メーター。ゴンドラストップ。音やばい。はい、8号です。私はこのリゾートの縁の下の力持ちです。この仕事結構大変ですね。大変です。皆さん知らないと思いますけど大変です。楽しい？楽しくはないですけど、お客さんが笑って来てくれることが楽しいです。レフのお仕事は何年やってますか？何年だ。このスキー場オープンの年にいたから、57年で、最初パトやってて、パトロールで圧雪乗って、バスも乗ってた。バス乗ってた車両。あ、そう。はい、3メーター運転。ここはすごいやばい。ここの仕事、風が強い時本当に大変と思う。私はここのリゾートの縁の下の力持ちです。毎朝踏んでるね。踏んでる。何時からだいたい？トップシーズンは3時。はい。から。そう、スプリングスキーは？夕方5時から。はい。夜中の12時まで。はい。でも西郷はもうパウルが有名ですよ。そう。パウル以外も楽しめることいっぱいある。パウダー以外でも。やっぱりパウダーが一番だ。何？結構滑る楽しめるところある？ある。毎朝グルーミングかける。はい。ビシッと整備されてるコース、はい、そこの朝一番の高速ターンとか、グー、あなたの一番好きなコースはどれ？やっぱりワンダー。グルーミングバーン、パウダー両サイドあるから、好き。いいね。ニッブリッジのグルーミングバーン滑りに来てね。俺たちは縁の下の力持ち。バッチリ。おはようございます。おはようございます、ただいまワンラーランドパークに参りました。今氷点下、マイナス36度。いや嘘です。春スキーの楽しいことは何ですか？やはりパークでブワッとぶっ飛ぶのが一番楽しいね。この春のスキーの楽しみの醍醐味だと思います。ブワッと飛ぶ、ブワッとブワッとってブワッと飛ぶのがやっぱり。でもランディングは？それでバコーンってならないようにならないように。今ワンダーランドにいるんですね。そうですね。ワンダーランドでパーク作った。パーク作っちゃいました。はい。なんでワンダーランドですか？やっぱりこの今までニセコの各スキー場の中でも一番最高峰にあるパークということで、で高いところにあるね、やっぱり羊蹄山もバシッと見えて、見えますね。見えてますね。今日綺麗に、バシッと見えます。まあ雪も結構たっぷりあるんで、ニセコゴンドラも見えて、全部が一望できますね。それで飛んでいろんな、ね、お客さんにも記念写真を撮ったりとかね、飛んでるとこ撮ったりするのも結構いいと思うんで、ちょっと飛びましょう。はい。こちらが、メインのステレートキッカー台ですね。でちょっと反ってるんで怖い、飛ぶとき怖いかなと思うかもしれないですけど、板の真ん中にしっかり乗ってポンと出れば気
持ちよく羊蹄バックでいい写真が撮れます。もう本当にロケーションはすごくいいんで、皆さんカメラを持って飛んでるときちょっとカッコつけて写真撮ってみてください。とりあえず今日ここ銀河パークに来たってことは、はい、うわっと飛んでうわっと行ってバゴンって行かないとダメだから。わかりました。そのために私はこれ毎日これで銀河冷気で整備しますので、ちょっと男のスパイン越えを見せてもらいたいね。初心者来たよ、初心者初心者、まあ、各種アイテム取り揃えておりますので、こちら銀河パークは安心安全設計となっておりますので、皆様ご安心して、遊んでください。女の子も大丈夫です。大丈夫です。この通称銀河パークにはですね、3つのジブアイテム揃ってまして、まず一番最初にあるのがこの、ロングストレートレールですね。これが2つ目の、ジブアイテムで、キンクレールボックスですね。こう最初こうフラットになって、後からガッとこうくの字に落ちる感じが最高のいいジブアイテムになっております。はい、これが3つ目のジブアイテム、ロングボックスレールになってます。こういう使い方間違ってますんで、このように使わないように一つお願いします。まあ、結構ね、12メーターありますんで、この長い間にいろいろこう試してみて遊んでってください。これは使い方間違ってますから、まあこういう楽しみ方もありかなと。スパインで最近ちょっと怪我人が多いので、飛び方についてというか、どのように遊んだらいいかってことをちょっと聞きたいと思います。で、よく見る例だと、この横のこっち方向にですね、勢いよく飛んで、飛んだ後に、あ、下がないみたいな感じでボトッと落ちて、怪我する人結構多いんで、ピークを目指して飛び越す勢いで行ってみてください。その方は楽さなんか安全に飛べますんで、よろしくお願いします。銀河マン男の立て声です。良い子のみんな、銀河パークでまた会おう。ニセコ TV、 また来週。